はい、蝶ネクタイの結び方、まず基本的な部分で蝶結び、靴ひもを普段皆さんが結ぶ時のように、蝶々結びすると思うんですけども、それと全く同じです。今一回これで紐でちょっとやってみます。どちらかを上にして一結びします。でここは中心にありますね。ここ固定して輪っかを一つ作ります。でその輪っかを覆って人差し指のところから出します。基本のベーシックボーノットは、これをやっているだけです。はい、次は、より蝶ネクタイに、ちょっと近づけるように少し幅のあるこういうリボン状の帯で結んでみたいと思います。やり方は一緒で、まずどちらかを上にして団子結びします。でその時にこの幅のあるものなので、この向きっていうものを意識する必要が出てきます。こう押さえながら輪を一つ作ります。この時もこうねじれたりしないように、同じこの流れで輪を一つ作ります。で上に来たものもこうねじれたりしないように、まっすぐ人差し指の中に通して、このままねじれないように引っ張ります。でコツとしては、ちょっと緩いなと思うとこのベルト側、このリボンのこっちのベルト側をちょっと引いてあげると、若干首回りは緩むんですが、このノット自体はすごく締まります。こんな感じですね。はい、ではですね、実際に蝶ネクタイを結んでいきます。で最初の長さはまあ大体同じぐらいか、若干上に乗せる方を長くするぐらいでいいと思います。でまず片側下に来る方をこの第一ボタンあたりまで持ってきて、上に乗せる方もこの第一ボタンのところでクロスします。そして引く結び、ここをまず第一ボタンの上をまず固定するようなイメージを持ってください。それで今度はこの下に来てる方を2つによって輪っかを作ります。この時のポイントは、これぐらいこういうふうに大きな輪を作らないようにっていうのがポイントです。できるだけ小さい輪を作ってください。大きい輪ができる、大きい輪を作ってしまうと緩みやすくなります。でディンプルを作ります。この幅のままだとちょっと幅が大きすぎるので、まずこの後ろの部分も合わせて半分に折って、半分にさらに半分に折って、こういうアルファベットの M のような字ですね、上から見たら。そういう状態を作ります。でそれをちょうどこの第一ボタンの上に持ってきます。で反対側のボノを下に上から垂らします。でこのままこう裏に返すんですけども、今度はこの人差し指のところにこのままここの部分をですね押し込んでいきます。この中心部分を沿わせるようにしっかりと巻きつけるように通して、この右手の人差し指、こっからこう押し出すような感じですね。でまず、いきなり伸ばすんではなくて、この斜めの状態でもいいんで、この辺でしっかり締めてください。でここから微調整をしていきます。でまずこのなんとなく緩いなっていう風になると思います。でその時はこのベルトの部分を持って
少し両サイドに引っ張ってあげてください。そうするとここは締まります。首周りは若干緩んでしまうんですけども、まあ多少ならそんなに気にしなくてもいいですし、もしどうしても気になるんであれば、まあ、一回外してアジャストで縮めてもらってもいいかなと思います。で、基本的に結ぶと、だいたいこういう風にちょっと上向いてしまいます。なのでこういう風にちょっとこう角度も調整してあげるといいと思います。これでまあベーシックボーノットですね。